私ウクレレハワイアンシンガーケイラさんのウクレレライブでございます。あっちで定位置ドブイキを歌ってめちゃくちゃでかいみたいなもうやばいよね、こうねビリビリ来てたよ、ビリビリ来てましたね。というわけで、はい、高校生ハワイアンクレレプレイヤーのひなちゃんです。イエーイ、ケイラちゃんね、高校生になって高校生活延長しててね、セカンド JK SJK らしいですよ。今一番学校に入ったらしいですか。やっぱり いや違う、チューリップの空港を食べて学級会にかけられたんですよ。そんな懐かしい学級会。中学生じゃないですか。それね、それ小学校じゃないですか。小学校でも中学校は髪の毛を切るって先生に言われて、あの体育館の上に登って逃げたんですよ。それあ、それ天の上に登って逃げたやつ。そうルパン天の上壊して怒られたんでしょ。ある時はね、もうね、25キロぐらい痩せてたんですよ。そういう問題じゃないですよね、ケイラちゃん。はい、ケイラちゃん、先生来てた、先生やばいね、言うな。はい、それではケイラちゃん準備いいですか。はい、はい、それでは、女子高生ウクレレシンガーハワイアンクレレシンガーのケイラちゃんです。よろしくお願いします。Thank you.
まだこの後も、オフラ続くと思うんですけど、ハワイアロハという曲をお届けします。聴いてください。はい、ケイラちゃんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。